25年旗揚げ25周年を迎えました全日本プロレスです。97ジャイアントシリーズ最終日本武道館大会を迎えました。10月21日ちょうど25周年であります。全日本プロレス初登場は1988年8月、90年秋には小橋とのコンビでアジアタックダッシュ、いつか世界を目指してコンビを解消、96年秋にはついに世界タッグの頂上を極め、今年の春には小橋健太と再合体、ジョニーエースです。博多の夜の敵はこの日本武道館北の丸で打ちます。10月11日博多大会、ノンタイトルながら世界タッグチャンピオンチーム小橋エース組に敗れた川田と田植え、しかもエースのコブラクラッチ2連発に沈んだ田植えは試合終了直後にエースとの一騎打ちを直訴いたしました。田植えの意地が山を動かしました。田植え全日本プロレス25周年のリングは雪辱のリングです。星雲の志がこの秋金色に輝きましたジョニーエース。意地でも倒す田植え明です。田植えにとっては博多の夜の敵をこの日本武道館で打つ雪辱戦になります。こちらが田植え明、一方博多で田植えを沈めたジョニーエースです。60分の一本勝負、田植え対エース、まさに一騎打ち今始まりました。旗揚げ25周年記念97ジャイアントシリーズ最終日本武道館大会、3大シングル、そのまず第1打であります。田植え対エース、眼光鋭いエース、金色金髪の暴走狼ダイナミック T、 赤のショートタイツ田植え明、青コーナーにエースが押し込みます。ゆっくりと突き放すようにブレイクしました。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。全日本プロレス25周年を迎えたその3大シングル、まずは第1弾田植え対エース、序盤戦の動きです。おっと、田植えスピードがありました。ハイキックを取ったエースのラリアットかわして円錐蹴り、エースを挑発します。珍しいですね、田植えが。はい、今度はラリアットかわしたのエース、キックもかわした、どうする、カウンターのエルボー。さあ馬場さん、この田植え対エース、この試合博多の夜タッグ戦ではありましたが、小橋エース組と川田田植えが対しまして、田植えがエースにピンホールを奪われました。直後に直訴で誕生したというカードなんですが、はい、両方とも気合入ってますね。そうですね、気合は入ってるんです。 ですけども、まあ田植えだってね、はい、タッグマッチですからね、負けても、まあ、仕方がないんじゃないかと思うんですが、はい、こんなに気合が入って、そのちゃんと頑張ろうという気合をね、持って出てきたのは久しぶりだと思うんですよ。そうですね、この田植えといいますと、7月でしたか、三冠戦、三沢の持っているタイトルに挑んだ時も、馬場さんへの直訴で三冠戦が実現しました。そして今日のこのカードも、田植え立っての直訴で実現ということで、最近、その田植えも随分とアピールするようになりました、ね、はい、遠慮がちの選手なんですよね、何も言わない選手なんですけども、ですから、こうやってその直訴でも何でもね、はい、やる気を起こしてやってくれればいいと思いますね。この現在上になって攻めております田植え明は各界大相撲の出身です。全日本プロレスに入りまして、1988年の1月の2日今放送席解説のジャイアント馬場さんとのタッグで、デビューを果たしました。貢献ホールでの出来事でした。馬場さん、あれから9年が経つわけですが、
田植えの成長、まあ、そうですね、まあ、9年経ってますけども、やっぱりもっともっとね、頑張ってほしいところですよね。そうですか。この田植えは90年の夏からジャンボ鶴田のパートナーに抜擢されまして、92年、今から5年前の3月には悲願の世界タッグをダッシュしました。あの殺人魚雷コンビを破っての世界タッグダッシュでありました。その後93年の5月には川田との新タッグ結成、正規軍の誕生、そして去年のチャンピオンカーニバルでは悲願の初優勝、三冠チャンピオンにも輝いて、そして去年の暮れ世界最強タッグで川田とともに初優勝を果たしております。しかしなおかつその田植えに飽くなき成長を求める解説ジャイアント馬場さんです。あ、鉄柵で放送席前のマットを引っ返しました。あ、これはこれはちょっとデンジャラスな雰囲気だ。ダイナミックティーがデンジャラスティーへ進化を遂げるか。ディリト、あ、すごい音だ。いや、馬場さん、この田植えの場外でのラフ殺法というのもちょっと珍しい気がしますが。そうですけどもね、今ドンという音がしましたね。しましたね。エースの頭ですか、それとも田植えの肘ですか。はい、どっちの音かよく分かりませんね。はい、田植えも起きてから肘を押さえてましたからね。はい、しかしいずれにしても両者にとって危険な技であったことは確かであります。エースがちょっと立てない状態、ちょうど放送席副音声の前だ。お、そして鉄柵だ。うわー、えぐい田植え。今日の田植えは容赦しません。5分経過、田植え対エース、このシングルマッチは序盤戦から圧倒的田植えペース。このシリーズの10月の11日福岡国際センター、もうすでにチャンピオンベルトを持っていた世界タッグチャンピオンの小橋エース組に挑んだ川田田植え組、26分11秒、エースのコブラクラッチスープレックス2連発で田植えがノンタイトルながら小橋エース組にピンフォールを奪われて、その悔しさを胸にこの放送席解説のジャイアント馬場さんに直訴して、この最終日本武道館大会で敗れたエースに雪辱を期して、この田植えのシングルマッチが実現いたしました。その気迫がこの放送席、それから画面の向こう、お茶碗の間の皆さんまでビンビン伝わっていることだろうと思います。ジョニーエースカローズロープブレイク。しかしこのジョニーエースとて現在小橋とともに第34代世界タッグチャンピオンに輝いている猛者であります。今年のスーパーパワーシリーズで小橋とともにゲット、グローバル、エネルギッシュ、タフ、その頭文字を取ったゲットを結成したエース。馬場さん、そういった意味ではこのジョニーエースも今年一皮むけた選手ですよね。そうですね、そう言いたいんですけどもね、はい、あと一押し足りないようなとこあるんですよね。これはどこでしょうか。それがね、やっぱり、はい、そのスピードもありますし技もありますし、いろいろなものあるんですよ。なんでしょうね、はい、一つやっぱ力強さっていうものがやっぱり足りないんですよね。ただ10月11日の博多での試合でしたが、おっとバックを取った、よろけています。田植えの突進はハイキック、あーっとハイキックで蹴り倒された。危ないぞエース、フラフラしていると田植えの攻撃がある。ハイキック、さらに赤コーナー詰められて、でもエースもね、今このままペースじゃもう全く田植えのペースでですね、はい、いいとこなしですよね。かわした、そしてバックのラリアット、ガーン席落とし。さあここで一つ切り返しました。さあそしてどうなるか、まずは蹴っていくラリアット、拳に力を込めました。もう一発、おお、連弾連弾、まとめ打ち、乱れ打ち、そしてカバーだ、固い身固め、ガツ。さあここはエース攻め時です。一つ間を置いてニュートラルコーナー、そのトップに黄色いブーツが乗っかりました。ミサイルキック、わあこれは大柄な人だけにダイナミックです。2つ、少
少しずつ流れを自分に引き寄せてまいりましたジョニーエースです。さあそしてここで何を持ってくるか、エースクラッシャーか。エースにはエースクラッシャー、それからコブラクラッチスープレックスもあります。あーハイキックで放送席前にエースが落とされた。これは田植が飛ぶかもしれません。距離を置きました。田植がトペスイシーだか、十分な距離を置きましたよ。放送席に向かって田植突進、トペスイシーだ。いやー馬場さん、田植乗ってますね。そうですね、こういうことがね、この大きさで頻繁にやれればね、すごいですよね、はい、ただやはりエースにちょっと制裁を欠いております。あーハイキック、どうしてもエースが、あー危ない危ない、岩石落とし、放送席前。10月の11日博多の夜、あのタッグ戦ではエースが見事な踏ん張り、そして最後の最後スタミナを見せつけたんですが、馬場さん、博多の夜のエースは見事だったんですけれどもね。そうですね、あの試合ではさすがの田植もエースの踏ん張り、それから最後のフィニッシングホールドにも舌を巻いておりました。おっと野田落としの体勢、これを切ってしまうと危ない。エースの突進、野田落としか、野田落としか、まだ掴みは十分でない。エースがちょっと表情に光がなりません。あー危ない、なだれ式の野沢落としだ。エースこのままでいいのか、カウントアップ、10分経過です。田植の表情に一つ闘志がみなぎりました。さあ田植が一目にかかります。ジャンピングパワーボムか、ダイナミックパワーボムか、サークルか、エースが耐えます。ネックリカードロップ、ババチキでワントワツー。こちらがエース、今年の春小橋とともにゲットを結成して、いきなり世界タッグダッシュ、一度はタイトルを逃しましたが、再びそのベルトをその腰に巻いております。投げ捨て、さあ一つバックステップして拳を突き上げました。田植えには珍しいアピールです。それだけ今宵の田植えは乗っています。掴みは OK、 野沼落とし。おっと田植えもちょっと体勢が前に崩れたか、自分の頭も突っ込んでいくような体勢になりました。ダブルノックダウンの体勢です。ちょっと田植えも手を振っております。いや頭を振っております。先に立ち上がるのはどうやらエースのようです。ここで巻き起こる日本武道館エースコール、エースが先に立ち上がりました。ジョニーエース32歳、エースがドクターボムの体勢だ。さあここは田植も踏む、ああエースクラッシャー、これ危ない、カウントは2つ。さあ馬場さん、こうなるとエースはあの博多の夜のようにコブラクラッチスープレックスを狙ってるかもしれませんね。いやそれはね、何でも出さなきゃいけないし、さあその前にまずはエースクラッシャーか、おーっと逆さ抑え込みか、逆にエルボー、おーっと田植が、あーエースクラッシャー、これは田植危ない。田植バッチ救したか。さあエースクラッシャーを2つパターンを見せました。拳を握った、おムーンサルトか、エースが拳を握って、今狼が待った、カウントは2。さあしかしここはエース本業の見せ時だ。まずはコブラクラッチに入った、これで博多の夜限界なだに田植えを沈めました。また田植えは北の丸のお堀に沈んでしまうのか。
今のはズバリと入りました。ババさん、今のはズバリと入りましたね。そうですね、たまらずタウエがエスケープしましたが、カタエルに固めます。また沈めて危ない。博多ではこれをもう一発食らいました、タウエ。そしてジョニーエースはこのコブラクラッチスープレックスでスーパーパワーシリーズ世界タッグを取りました。さあコブラクラッチスープレックスの体勢ですが、田上のハイキック、もう一発バックが回った、ジャーマンダー投げ捨て、もう少し両者同時に立ち上がった、ドロップキック、エースが場外に落ちます。エースが場外、いやこれはこの時間帯一進一退です。さあ馬場さん、放送席からご覧になって両者のダメージ五分と五分でしょうか。そうですね、ここまで来るとエースもまあよくやってるんですけどね。はい、ここは分からなくなりました。あのエースのコブラクラッチスープレックスが決まった時には田植え最大のピンチでしたが、田植えがここへ来て蘇生しております。蘇った田植え、青コーナーのトップに登ります。さあおっと降りました、田植え落ち着いています。お、エースもエルボーで返す、あーラリアット。そしてここで田植えが登って何を持ってくるのか、田植えがキックか、やっとキックだ、ダイナミックダイビングキック、60分の一本勝負シングルマッチ対決、タウエ大きなチャンスを迎えました。さあ掴んだ、あーエース、エースクラッシャーで返した、これはよく考えました、ジョニーエース、タウエ危ない、タウエ危ない、うわ、そしてコブラクラッチ、タウエ、タウエ、タウエ危ない、タウエ返しました。あーキックは、おっとまずエルボーから逆スイー、ホッタ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 、前に倒れた、そして野田が落とす、フェイスクラッシャー、フェイスクラッシャー、前に落として、さあ2カウントは2、重点をトッピング攻撃、全日本プロレス旗揚げ25周年、さあ田植え勝利をつかむか、田植え、田植えかエースか、ローリングエルボーかわした、つかみ合おって、もう一発か、張った張った、意地の張り合い、田植えの勝ちか、そしてダイナミックパワーボム、勝ったのは田植え、博多の敵を武道館で打ちました。のど輪落としからダイナミックパワーボム、見事博多宴会灘の夜に沈んだ田植えがこの北の丸で再び浮上、ジョニーエースを赤前直行、雪辱を果たしました。勝負タイム16分54秒、見事に田植えが全日本プロレス旗揚げ25周年のリングを白星で飾りました。